前回から引き続き自動運転のパワーユニットを製作していきます。前回基板作成までできましたので、今回は自動運転のソフトについて進めます。自動運転といっても DCC と違いアナログ制御ですので、同時走行は1両のみです。制御できるものはフィーダの速度と進行方向に、ポイントの2点です。車両位置の検出はすべて光センサで4箇所に配置できます。この制御でどこまでできるのかはソフトの作り方に依存すると思います。どれだけ柔軟にソフトを作れるかが鍵となりそうです。今動いているのは登山鉄道のスイッチバックとしてソフトを組んでみました。まず一周走るのを見てください。こんな感じで1周期を走り終えました。どうでしょうか。当然ある程度のパラメータを変更できないと、レイアウトを組むたびにファームウェアも書き換えないといけなくなります。で、いろいろ考えたパラメータの変更がこちらのような設定になります。アルドゥイーノ UNO のコントローラと比較し倍以上になりますので、設定シートとして作成してみました。結構項目が多いので、これをキーボードのないコントローラで設定するのも大変なのですが、自動運転の考え方は全ての動作で線差検出し、次の動作を設定するように構成されています。そのため線差ごとにパラメータを設定できるようにしました。枠内がセンサー位置を検出した時の車両の動作です。設定はセンサー4点ごとに個別の動作ができるようになります。項目の内容を簡単に説明してみます。動作としてはセンサー検出すると必ず停止します。その時にモードセット1では再発進時の進行方向を設定します。ちょっと表現がおかしいかもしれませんが、5ターンが進行方向を逆転します。そして5ストップが進行方向は変えずに再発進していきます。ストップタイム1が車両の停車時間を指定します。 ACC1 は再発進時の加速レート指定で、 DEC1 が停止時の減速レートです。次にポイント1とポイント2で発車前にポイントを切り替えるかを指定します。ちょっと順番がバラバラですが、動きとしては、センサー値検出、DEC1 レートで減速、停止、ストップタイム1の時間停車、ポイント1とポイント2の切り替え有無、ACC1 レートで加速、ボリュームの値に復帰、センサーを検出すると、この一連の流れを実行します。このパラメータを設定できるようにすれば、自動運転時に都合が良いのではと思います。他にも何か良いパラメータか、自動運転の良い方法があればコメントください。その他、自動運転以外にもいくつかの基本設定を作っています。最初に上点灯の設定ができるよう作っています。次にこのパワーユニットのもう一つの目玉となる一定速走行の設定です。まずゲインセットで一定速走行するためのフィードバックゲインを設定します。一定速の効きを強くしたり弱くしたり調整することができます。モデルセットは使用するモーターにより変更します。
ノーマルは通常の N ゲージモータです。スローが動きの悪い古い車両や HO 車両で使います。 CO レスはコアレスモータ用で少しの出力で走り出す車両です。この設定は目安なので FB 値がなるべくゼロに近くなるところで使用します。ここでは使用するセンサの種類を設定します。設定できるのはセンサ1と2だけです。反射型光センサか透過型光センサを選択します。センサ3と4は透過型センサのみ使用できます。ここはセンサの検出値を設定します。一番安定して検出できる値を設定します。先ほど同様センサ3と4は設定できませんので注意が必要です。この程度のパワーユニットですが結構細かく設定できるように作っています。ここまで CPU で自動運転に臨む方の参考になれば良いのですが、東方ホームページにもいずれ回路図とソースファイルを公開していきますので、興味ある方は見に来てください。そして今走っているレイアウトもパラメータを変更しただけで自動運転できています。このレイアウトは選択式ポイントを使って2つの列車を交互に走らせています。この他にも X 字に配置した線路を行ったり来たりや、島式ホームを配置して停車と行ったり来たり、結構いろいろな動きができると思います。虫自身もあまり創造性はないので、奇抜なものは思い浮かびませんが、最大でポイント2点とセンサ4点を使った自動運転を思い浮かべた方は、ぜひコメント欄にてレイアウトを教えていただけることをお待ちしています。しばし、自動運転を見てやってください。発進停止もスムーズに動いてるの分かりますか？これは単に出力をゆっくり上げているだけでなく、一定速制御を使ってゆっくり出力を上げています。通常のコントローラではできない動きです。またこの基板は注文いただいた方に向けて作っていますが、いずれは欲しい方がいれば配布できるよう考えています。もしこのコントローラ欲しいという方がいればコメント欄に一言お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。